そう、携帯の夜切れちゃった。うん。ね。頑張って。うん。ああ、このいいね。音が。あ、そういうこと？ああ、本当だ。こんな感じだね、うん、あんまり気にしなかったけど、今初めてなんかルーパー行った一瞬、ね、いいよね。行こうか、そこ、うん、行こうか。あ、早く iPhone 新しいやつ買いてえな。あのストックが欲しい、容量取れる。そうすればさ、これとこれと10も全部開くじゃん、うん、あと6とあと何だろう、12、13なんのかな、多分13か12プラスどっちかだな。下がる？まあね。いないから非常事故になる。すげえ、ずっと見てられるよ。あ、こぼれ風に、ここあそこもレシオ。あー、あれ見ると酒飲みたくなる。ゆかいと酒飲もう。今日こそ酒飲もう。って何？その飲んじゃダメみたいな。え、どこ？あ、本当だ。じゃあ行きましょうか。水飲もう。あ、いいよ。大丈夫よ。無理するわけじゃなくて。いや、見れなくても飲んだ方がいいよ。じゃあ飲んどこうか。次。大丈夫だけどね。うん、違う。マスクしてるから、うん、動くように感じちゃうから、それ危ないって言ってたよ。か去年から、医者が。まあ、飲みたいと思わなくても入れろって。うん、めっちゃ飲んでる。あ、本当だ。めっちゃ喉渇いてた。なんでだ。いや、だからマスクしてるから、マスクの中って潤っちゃうじゃん、ちょっと呼吸とかでさ、うん、な湿った感じっていうの。あ、いいよ。わー、出た、昨日のキムシ君、足にくっついた。だから危ないんだって。へえ、潤ってるように感じちゃうから。なるほどね。脱水症状になりやすいんだから、飲みたいと思ったときはもう遅いって言ってたから、うん、1時間に1回はなんかちょっとでもいいから行くんだろうがいいけど、
ところで今日どうするかな、コンビニ何食おうかな、うん、ラーメンでいいや、またで帰り間際にまた最後のサイダー交換しに行って、うん、残り2個あるから。壁があったときは、まあ、そういう意味かもしれない、うん、多分そういうことだと思うんで、まあそうだと思う、うん、あーすっきりする、はぁ、あ、あともっとついたらおしまいになっちゃうよ。今日髪の毛切ってよ、やった。キノコカット。これたまには行こうかな。ちょっと行ってきていい？あ、聞こえた。出ちゃうもんはしょうがないね。ここも綺麗だけどね。これってさ、これでポーンってやるんじゃないの？軽く。そうだよね、これ多分。うわ、首が長くじゃないか。ありがとうございます、いつも楽しいですよ、ありがとうございます。あ、じゃあ軽く、なに、いや、ダメでしょ、思いっきりやって。これさ、あれだよ、このファイナルファイトの、なんつったっけ、あの警官持ってるあのコンボだよ、ゴーンって叩くやつ。なんつったっけ、ファイナルファイトに出てくる警官、ガム捨てるやつ、食べると回復するやつ。汚ねえな、あれ。しかもそこそこ回復するんだよね、あれ。そういう考えて、あの時ゲームで作った時あんま気になんなかったけどさ、うん、あれはほら、ゲームセットさ、体操アイテムみたいなのにさ、あるのさ、うん、冷静にも考えたら汚ねえよな。汚ねえよ。どんだけお前ら掃除機みたいな扱いされてるんだろうって。ねえ、一番普通の敵アイテムじゃん。ねえ、普通のガムなんかさ、そんなさ、うん、ゲージの何パーセントだろう、 5% ぐらいしか回復しねえのにさ、 5% か 10% か、あれ食べるとなんか 30% ぐらいブーって回復するんだよ、みたいな。ヤスの唾液みたいな、汚ねー。普通に考えたら最悪だよ。うん、超汚ねー。横浜でいただいて回復するみたいな。汚ねー。なんで、チャリの人貧乏人みたいな、とりあえず今日プレステのやつ買おうかな、1万円分。ちょっとスイッチはいいかな、なんかないんだよ欲しいの本当に。うん、そのなんつうんだろう、ほとんどセール品つってもさ、30% オフとかだから、あのメルカリで買った方がだいたい安いんだよ。あとアマゾンとかギアとかね、ああいうところで買った方が安いから。シャガン。
それだったら別にって感じがする。いいですね、さっきのこの感じ。ね。いいね。ちょっと取ろうかな。ここ広いからいいか。うん。気をつけてよ。長いです。ここ、多分マジ死ぬぞ。狭いところでやってたら邪魔するけど、広いからいいかな。うん。ね、よし、じゃあ行こうか。今日は何食べようかな。また豚骨にしようかな。うん、する。カレーでもいいけどな。さあ、ここのチロチロゾーンですよ。出てるよ。冷たいよ、これ触ってみろ。冷たい？うわ、そんなに？冷え。おーい。ここで最後って感じするね。あ、いや、先行っちゃっていい。これ危ねえ。こういう何でもないところでガタってなるかな。なんか昨日ほら右足のさ、くるぶしのところを当たって急に痛くなってきちゃったじゃん。うん、なんだろうな、あれね、急に涙したから。そうか、何も痛いんだけど、当たりほうほう、何も痛いんだけど、え、嘘。こんなでけえの色で見てなかった。こんなでっかい山って、なんか清原級のさ、アリとかいるよね。すっげえでけえのよ、体だけさ、赤いのいるよ。うん、あの真ん中だけ。うん、何なんだろうね。清原今めっちゃ体重増えちゃったらしいよ。全然弾打てないです。本当にそんな感じです。この人じゃないの、今まで制限してきたものを我慢してたのにさ、うん、体重するわけじゃん。うん、なんか漬物食べれるみたいなさ。うん、まあ、そこでこの時ずっとさ、なんかだらけたくないから体力したと冷えてだるからそんなのかもしれないけど、だから冷凍で最近のスクールにはしたいけど、うん、すげえ綺麗になったよな、一気に。なんか少年がさ、少年、とある少年が眼鏡かけて、明らかにホームランバッターじゃなさそうなひょろーっとした少年がさ、清原さんに教わって、なんかでしょ、ホームラン打つんだよ。それ見て清原さんは、あ、泣きそうになったとかってさ、うん、あ、泣きそうやんこれとかさ。よかったね、まあ、焼けなんか手冷めないでも、あっという間に終わっちゃったね。ね、あ、これでやってないからね。セレがちょっとモンベルで買い足したいなとか思うこといろいろあるのに。すまんねえな、まあ本当は家にいろんなんだけどね。いや、本当はね、散歩と運動はとっていいんだわ。まあ比率、そもそも東京都はこの辺をダメとは言ってないんで、こあの山岳協会。うん、だからいや、帰るか。何食べようかな。セブンでラーメンかな、やっぱ。ポップコーンうまいんだけど腹下す俺。誰？ポップコーンうまいんだけど。うん、腹持ちはいいけどね、確かに。ただ腹下すわ。
よし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 。終わっちゃった。楽しかったね。ありがとうございました。ちょっと待って。